会議を開きます。この際萩生田文部科学大臣から発言を求められておりますので、これを許します。萩生田文部科学大臣。おはようございます。委員会の冒頭発言の機会をいただき御礼を申し上げます。先週10月24日の私のテレビ番組における大学入試英語成績提供システムに関する発言について、その発言の真意は、どのような環境下にいる受験生においても自分の力を最大限発揮できるよう、自分の都合に合わせて適切な機会を捉えて2回の試験を全力で頑張ってもらいたいという思いで発言をしたものです。しかしながら結果として国民の皆様、特に受験生の皆様に対して不安や誤解を与えることになってしまったと考えており、一昨日発言を撤回しました。改めてこの場をお借りをして、国民の皆様、特に受験生の皆様にお詫びを申し上げる次第です。私としては英語試験実施団体に対して需要に応じた実施会場の確保などを求めるとともに、離島に居住する高校生等が離島外で検定試験を受験する際の費用の補助経費を概算要求するなど、今後とも受験生や高校関係者の不安の解消に向けて全力で取り組んでまいりたいと思います。引き続き委員長理事、また委員各位のご指導ご鞭撻を賜りますようによろしくお願い申し上げます。文部科学行政の基本施策に関する件について調査を進めます。この際お諮りいたします。本件調査のため、本日政府参考人として消費者庁審議官高島隆介君、文部科学省大臣官房長柳隆君、大臣官房総括審議官串田利美君、大臣官房文庁施設企画防災部長山崎正雄君、総合教育政策局長浅田和信君、初等中等教育局長丸山洋二君、高等教育局長博井義則君、高等教育局私学部長白間隆一郎君及び文化庁次長今里譲君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、ご異議ありませんか。いなし。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。質疑の申し出がありますので、順次これを許します。長谷博君。